こちらは605住戸つながる家です。こちらはテーマを単身者の世帯の家となっております。実は単身者の家は今日本で一番世帯数が多い、形になっています。2人でも4人でもなく単身者で、以前のように例えば若い大学生の方ですとか高齢者の方ではなくて、40代あるいは50代の社会的に、まだまだ活躍していらっしゃるような方をターゲットにした住宅になっています。まず一つ目の特徴が、一人世帯ですので、そちらの玄関を入ってダイニング、リビング、それから奥の寝室へと空間が一つながりになっているのが特徴です。このダイニングにはキッチン、それから奥の寝室のところには水回りというふうに、すごく使いやすい平面計画になっています。この住戸のもう一つの特徴なんですけれども、このネクスト21全体でこの立体街路という共有空間が大変広くて、で植栽もたくさんあるっていう豊かな場所だという、特徴があるんですけれども、それを生かしまして、その豊かな立体街路からそちらのバルコニーに向けて、中間領域と呼ばれる外と中をつなぐ場所を作ったところにあります。まずここのところがアルコーブになっていて、こういった格子で守られて自分のスペースなんですけれども、こういう自転車を置いたり趣味のものを置いたり、それからお客さんが来た時にここでお話をしたりという中間領域として使えるようになっています。こちらの中間領域なんですけれども、玄関からさらにそちらの土間の方へつながっていまして、土間は大きく外のテラスにつながっています。であちらの格子から外のバルコニーまで、東西の風が通り抜けることで、締め切った室内の中にこう風が通る半分外のような場所が確保される、そういった工夫もされています。こちらの住宅なんですけれども、玄関がもう一つあることも大きな特徴です。外からの風が通る中間領域であるというところも共通しているんですけれども、それと同時にこのお家を使われる方は、例えばここで在宅ワークを長くされたり、それから例えばガーデニングなんかの趣味を持っていられたり、すごく多様性のある住まい方をしている方がたくさんいらっしゃいます。その時にこの部分から例えば、お仕事の人に来ていただいて、そちらの土間で打ち合わせをする、ガーデニングをする方でしたら少し汚れるようなものはこちらのドアから入れていただいて、ここのところを例えば温室風に使ってしまう、そういった、もう一つ別の使い方ができる場所として、そこのところを区切って、使うこともできるような場所になっています。またこちらからお友達から入っていただいて、もう一つの玄関が自分が使うといったように、この2つの玄関があることで、さまざまな生活スタイルを受け入れることができる住宅になっています。こちらの寝室なんですけれども、窓際に作り付けの机がつけてあって、書斎として広々と使うこともできるんですけれども、それと同時にこちらを間仕切り壁を閉じることで、介護室として独立させることができます。例えば親御さんの介護が必要になった時にここを使っていただく、で水回りが隣にあるので大変使いやすい平面計画なんですけれども、その時子どもさんの方はそちらのリビングダイニングのところを主寝室として使って、で水回りにはもう一つ向こう側に玄関側に出入り口がありますので、そちらの方から出入りをしてもらって、2人の方が一つのお家をストレスなく使うことができる。さらにですね、向こう側の入り口が玄関に面していますので、さまざまな家事サービスですとか、それから介護サービス、そういった方がそちらの玄関からこの、介護室寝室に、アプローチすることができやすくなっています。先ほどもご説明したように、この住宅はそちらからダイニング、
リビング、そして寝室がぐるっと L 字型に一つながりのワンルームになっているんですけれども、必要に応じてここの間仕切り、そちらの間仕切りを使うことで、全部で3箇所のお部屋に分けることができます。例えばお友達が来て大きなパーティーをするときなんかは、ここの間仕切りを閉じると、そちらが、パブリックエリア、こちらがプライベートエリアというふうに分けることができます。そしてその時にこの外にテラスがありまして、先ほどの土間からつながるテラスからぐるっと一回りしながら、内外をつないだ形で、そういったお友達との会を楽しむこともできるようになっています。このように単身者の方は様々な生活スタイル、様々な人との関わり方、様々な住居の使い方をされることが分かっております。ですので、そのような多様な暮らし方の基地になるような場所になるといいなと思って、この住宅を設計しました。